ダカールの日。アウド村はキリマンジャロから弾道コースでダカールへ進路を取った。クワトロ隊をダカールの議会に潜り込ませ、隊員の演説を議会放送で流すためだ。その手はずはベルトーチカが整えている。あとは全て隊員次第だ。降下目標を確認。ダカール上空だ。それでは隊員、気をつけて。ああ、ミサイルに当たらないことを祈っているさ。カミーユも行けるな。よし、降下開始。私はこの場を借りてジオンの意志を継ぐ者として語りたい。無論ジオン公国のシャーとしてではなく、ジオン大君の子としてである。来たか、ガンダム。そもそも人類が空に出たのは地球が人の重みで沈むのを避けるためであった。しかし空に生活圏を拡大したことが人類の新たな力だという誤解を生み、ザビトのような勢力をのさばらせる歴史ともなった。にもかかわらず、現在ティターンズが地球連邦軍を我が物にしている事実はザビ家のやり方より悪質だと気づく。彼らはかつての地球連邦軍から膨れ上がり、逆らう者は全てを悪と称しているが、それこそ悪であり人類を衰退させていると言い切れる。人類はすでに地球から巣立つべき時が来ている。その後に至ってなぜ人類同士が戦い地球を汚染せねばならないのだ。地球を自然のゆりかごの中に戻し、人間は空で自立しなければ地球は水の惑星ではなくなるのだ。我々は地球を人の手で汚すなと言っている。空に出ることによって人間はその能力を。戦闘中止命令です。この戦いはテレビで報道されています。連邦国民を敵に回すわけにはいきません。上からの命令です。撤退してください。ウーゴの戦術に乗っちまって、それでいいのか。成功だ。